準備できたようじゃな。トランクスたちは引き続き暴れ回っているタイムパトローラーたちを抑えて。あなたには次の時の裂け目の弱体化をお願いするわ。時の裂け目ですか。今回もヒューが出てくるかもしれませんね。まあ十中八九おるじゃろうな。あいつにはほんとびっくりさせられたわよ。歴史改変のエネルギーの吸収、信じられない能力だわ。歴史の修正が難しいような場面ではフィューにエネルギーを吸収させるのも一つの方法ね。じゃがあんな正体不明のやつを信用してもええんかの。そうですね、ただものではないのは確かですし、気を許していい相手とも思えません。あまり味方だと思わん方がええじゃろうな。まあ時の裂け目の中の様子もよくわからないし、行ってみてから判断するしかないでしょう。じゃあ時の裂け目に案内するわね。到着。いつも通りに歴史を修正できるならいいけど、中の状況がどうなっているかわからないしね。歴史修正するか、フューの力を借りるか、どうや。退屈だ。9日後というのは長すぎたな。なら前哨戦というのはどうだ。貴様らか。どこから来たか知らんが、貴様らごときが今さら私の相手になると思うのか。今の私はお前たちを吸収し完全体になった存在なんだぞ。この歴史とやらには孫悟空が生きているらしいじゃないか。好都合だね。ようやく私たちにも目的ができるってなんさ。そう、なるほど。少しは楽しませてくれるようだな。なかったはずの戦いが起きるか。確かに悪くはないんだけど、そんなんじゃ全然足りないんだよね。ではっ。俺の目的は孫悟空を殺すことだけだ。孫悟空を殺す。また旧型か。次から次へと。まあいい、セルゲームが始まるまでのちょっとした暇つぶしくらいにはなるか。この私がまとめて相手をしてやろうはありがたく思うのだな。さあ、やることは分かってるね。頼んだわよ。こんな戦い本来ないもんだ。セルがここでやられるようなことはあってはならん。実は人間たちを通して元の時代に送るんじゃ。まさかセルと一緒に戦うことになるとはな。けんどたまにはこういうのも悪くねえな。なんだ、修正しちゃうの。それじゃエネルギーが集まらないじゃない。もう仕方ないな。お金当たりとするよ。じゃあね。あと9日でセルゲーム。おはよう。
所詮孫悟空の命もそこまでだという。それからも負けないとは言えば知性のかけらもない。必死におかしい。何がゲームだ。それはお前が勝手に決めただけだろ。孫悟空だ。俺が倒す。セブゲームは後でゆっくりと開催すればいいさ。あの世でな。口だけは一人前だな。急な担当者。セルに味方がいるとは思わなかった。何なんだい、あんたたち。あいつらの他にもまだサイヤ人がいたのか。意外と生き残ってるんだな。俺たちの目的は孫悟空を殺すことだろう。だが邪魔をすれば話は別だ。孫悟空をかばい立てする者は全て倒す。孫悟空、ついに見つけた。お前を殺すために作られた。覚悟しろ。なんだよ、夢たち。よく戦ってオーラを殺すつもりなんか。いきなり現れて勝手なことをするな。孫悟空を殺すのは俺だ。お前に言われた。俺の知ったことだ。俺が孫悟空を殺す。それはこちらのセリフだ。俺が殺す。いいよ、俺だ。勝手なこと言うなよ、おめえたち。ほら、誰にも殺されるつもりなんかねえぞ。バカにしやがって。だから言っただろ。今やお前たちごとき。今の私はさらにお前たちを強襲。完全体を取り込む。さらにスペシャルな完全体になるにやもしれない。そこまで強くなってしまう。これから開催されるセルゲームでつまらないものになる。ハハハ、すげえや。文句なしだ。なんとかなったかな。そうね、戻ってらっしゃい。おい、一体どういうつもりか知らんが、貴様もセルゲームには参加するんだろうな。こいつはちょっと出らんねえかもな。けどもっとすんげえやつが参加すっから安心して待ってろ。ようやったな。おかげで時の裂け目の力が弱まったぞ。なんとか歴史を修正できてよかったわ。もっとも、しかし黒幕なんぞ本当におるんか。やっぱり全部フィウのやつがやっとるんじゃ。可能性はあるけど、やり方はどうあれあの子が前回歴史を修正したのも事実なのよね。あれでいて意外と嘘はついていないのかも。しかしじゃな。まあ今わからないことをとやかく言っても仕方ないわ。うん、時の裂け目はまだまだ残ってるわ。